どうも、IS チャンネルです。世界最北の熱帯カルストで、奇岩が多くある。沖縄県北部にある、大石林山へ行った時の動画を公開します。この動画は、駐車場から、カルストの奇岩を満喫できる。出発、奇岩編と、美ら海展望台と奇岩を堪能する、美ら海編と、蘇鉄やガジュマルの、生い茂るジャングルを歩く、ガジュマル編の、3つのパートで構成します。この動画は、3番目の、ガジュマル編です。今一度、イラスト図を見てみましょう。1番の、聖域小屋を出発し、バリアフリーコースを、少し戻ってから、ガジュマル、森林コースを進んでいきます。ガジュマル、森林コースの入り口付近に、陣ヶ内市の案内があります。陣ヶ内市とは、お金は大事にしなさいという意味だそうです。そしてこちらが、陣ヶ内市です。ガジュマル、森林コースを、進んでいきましょう。ガジュマル、森林コースの入り口です。石が積まれ、ゲートのようです。少し進むと、おじいちゃんガメの案内があります。こちらが、おじいちゃんガメです。この辺りが頭です。しばらく進むと、蘇鉄群落があります。このような、撮影スポットもあります。この時は、本来の順路が工事中のため、少し迂回した道を、進みます。休憩用のベンチがあります。しばらく進むと、このコースで最初の、見応えのあるガジュマルの木があります。上から下にかけて、見てみましょう。全体を、正面から見てみましょう。しばらく進むと、ゲゲゲの鬼太郎の、映画のロケ地の案内があります。ゲゲゲの鬼太郎の、映画のロケ地を見てみましょう。確かに、ゲゲゲハウスがありそうな雰囲気です。しばらく進むと、金粉ガジュマルの案内があります。こちらが、金粉ガジュマルです。このように、撮影スポットになっています。この、金粉ガジュマルが、ガジュマルカーテンと言われる場所であることの、説明です。そして、ガジュマルカーテンです。天気のせいか、海は見えませんでした。そして、ガジュマルカーテンを振り返ると、そこにもガジュマルがあります。ガジュマルの根元が、カルストの岩になっています。しばらく進むと、うつむく顔の案内があります。こちらが、うつむく顔です。しばらく進むと、右岸ガジュマルの、一望できる場所に着きます。右岸ガジュマルの、上の方を、見てみましょう。右岸ガジュマルの案内を、見てみましょう。発見当初、記念撮影をしようとしたカメラ2台が、相次いで壊れ、祈祷をした後に、撮影ができたことから、右岸ガジュマルと呼ばれています。右岸ガジュマルを、少し高い場所で、正面から見てみましょう。このように、右岸ガジュマルが、いろいろな高さから、撮影できるようになっています。右岸ガジュマルの、撮影スポットから撮影しました。ここで結婚式を、挙げるカップルもいます。罰当たりな、クレイジークライマーが、いるんですね。
ウガンガジュマルを撮影スポットの横から見てみましょう。しばらく進むと上がり目の案内があります。こちらが上がり目です。そしてしばらく進みバスに乗った出発点に戻ってきました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。